八六乗りの端くれとしちゃ、天下に名高い藤原匠の走りには一方ならぬ関心があるんだよな。ちょっと見せてもらえないかな、あんたのすげえドラテクを。ダメだ、それはできないことに。派手なドリフトを頼んますよ。俺のリクエストとしては、その橋の上からドーンと横になって飛び出してきてもらって、それから。できないったら、凌介に止められてるんだ。出口が直角に曲がってるんで、アクセルワークだけでギョワワワーンとクリアしてくれたら喝采もんですよ。ビシッとラインも決めて。ふざけんな、簡単に言うな。そんな神業みたいなことを一発でやれる人間がいるわけないだろう。その通り、普通は絶対無理。来たな。だけど世の中広いっていうか、リハもしないで一発で決めてしまうバカがいるんだよな、一人だけ。さて皆さん、お立ち会い。これだけは本当に目ん玉ひんむいてよく見ておいた方がいいぜ。こんな近くで直に見られるチャンスはめったにないから。これぞ本物のドリフト。パンダトレノ、早い、あいつめ、またさらに凄みが増してやがるな。今のは何だ、まさか本物。そっとしか考えられないだろう。あんなことできる八六が他にいるわけないし。急用を思い出した、帰るぞ圭介。おう、偶然だな、あんたも圭介っていうのか。俺もなんだ。久しぶりだな、渡る。そっちも元気そうだな。